ろ、なんでそんなこと。特攻などして倒せる相手じゃあるまい。ん？何？影が消えた。高博がやったのか。
頭のやつ生きているのか。な、何やってるんだあいつ。例に肉弾戦を仕掛けているのか。無謀な。侵入者？何？敵が屋敷に侵入だと？くそ、どうするんだ。この警告音は第6層ハッチが開いているだと？おかしい。さすがに第6層まで敵も侵入はしていないはずだ。この島で最も強固な場所、どう渡ってこんな短期間で外から開けられなどしないはず。なんだって。ジョーちゃんのカプセルが開いているだと？なぜ。内部から開けただと。まさかジョーちゃんが自分で。なぜ。屋敷の 80% を占拠されてやがる。これではジョーちゃんの行方すらまともに探せない。拠点以外の防御力を手薄にしたのが裏目に出るとは。表にはジョーちゃんよりもはるかに性能が良いアンドロイドがひしめいているんだ。もし万が一ジョーちゃんが見つかったら。た、高広か。EML だと春にはあるが、EML 電磁飛翔体加速装置なんてどうする気なんだ。どうやって使うんだよ。あんなもんトラックでしか運べないような大きさだぞ。手動にしたからってどうなるものでもないぞ。ジョーちゃんのことを言わなければ。くそ。